こんにちは、チャキチャンネルのチャキでーす。今日はですね、時刻は2時なんですけども、お風呂上がりにアイスを大食いしていきたいと思います。で、今日本当は夕方ぐらいに動画を撮る予定だったんですけど、アイスの動画だからさ、絶対お風呂上がりに食べた方が美味しいよなと思って、お風呂上がりに撮っております。で、前停電の時に、ここの冷蔵庫の前でアイスを食べる動画を撮ったんですけど、その動画が結構好評で、また冷蔵庫の前でアイス食べてくださいっていう声が結構あったので、今日は冷蔵庫の前で食べていきたいと思います。まあでもね、うちのアイス動画を何度も見てくださってる方はわかると思うんですけど、うちのアイスの動画って大体溶けてんのよ。後半とか特にね、アイス溶けちゃってることが多いんですけど、ここにいるとこの冷凍庫からすぐ取り出して冷え冷えのアイスが食べられると。あと撮影スペースまでね、距離はほとんどないんですけど、まあアイスがね、今日10個あるんですけど、10往復しなくても済むというね、何度もメリットしかないことでございます。ということで今日もセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンでね、合計10個のアイスを買ってきたので食べていきたいと思います。はい、ということで、セブンイレブンで買ったものから食べていきたいと思います。フランボワーズマカロンアイス、出してみるとこんな感じです。うちが大好きなマカロンアイス、いただきます。うちは何度も言ってるマカロンアイスが大好きで大好きでたまらないって。マジでセブンのマカロンアイスは半端なく美味しい。すこぶる美味しいし、しこたま美味しい。中にベリーソースも入ってる。うん、しかもこれで162キロカロリーよ。ダイエット食ですね。うん、次パルムジェラートの巨峰、出してみるとこんな感じです。うん、うん、すごい。なんかさ、巨峰、ぶどうってさ、2通り味があると思ってて、グミとか飴とかお菓子系のグレープ味と、もう本格的なグレープ味があると思うんですよ。伝わるかな。でもこれは本格的な方の巨峰味ですね。もうぶどう食べてるみたい。中の色も紫。これずっと気になってたの。うちパルム大好きで、あの普通のチョコ味のパルムをよく買って食べるんだけど、これが出たのを知ってね、ずっと気になってたんだけど食べてなかったんですよ。一歩踏み出して正解でしたね。うん、キャカカビン。種入ってますかってぐらい本格的よ。次チョコレートバーのピスタチオ、開けてみるとこんな感じです。すごいな、ピスタチオの香りが。ピスタチオアイスってよりはピスタチオって感じですね。うん、ピスタチオアイスですね。最近暑すぎてやたらアイス食べちゃう。昨日なんか2個食べた。ガツンとみかんとクーリッシュの冷やしパインを食べましたね。しかもうち冬はクリーム系、チョコとかバニラとかスイーツ系っていうのかな、そんな感じのアイスを食べるんだけど、夏はねフルーツ系とかさっぱり系のアイスを食べたくなる。うん、次ガツンとみかん、噂をすれば。開けてみるとこんな感じで、2日連ちゃんガツンとみかんいただきます。うん、夏はマジでうち週1ぐらいでガツンとみかん食べてる。ガツンとみかんとサクレをよく食べますね。うん、口の中冷たくなってきた。ガツンとみかんはね、中学生の時だかに初めて食べて、あまりの美味しさに。あまりの
感謝に驚きましたね。部活終わりのガツンとみかんが最高だったのよ。部活でさ、いっぱい動いて走ってさ、汗だくになってさ、疲れ切った体にガツンとみかんをぶち込むのが最高だったの。あと限界まで乾いた喉に勝ち込むアクエリアス、あれも最高でしたね。うん、救急車大丈夫かな、こんな夜中に。これパトカーの方だな、悪いことしたな。うん、次ミニコーラアイスバー開けてみるとこんな感じです。ラムネ入ってる、こんな感じで見えるかな、中にラムネが入ってますね。うん、お菓子みたい、なんか懐かしい味がする、駄菓子屋って感じ。うん、それこそ昔駄菓子屋とかでさ、よく買ってた瓶じゃない、プラスチックのなんかこういうタンクみたいな。あ、これこれ待って、これに似てるって言おうとしたらこれだったわ。このラムネのアイスなんだね。通りでなんかこの包装の袋がさ、レトロチックで可愛いと思ったわ。うん、あれ30円ぐらいだったっけ。これの青のやつもあったじゃないですか、あれもうち好きで食べてましたね。うん、次ラムネアイスバー開けてみるとこんな感じです。うん、あ、おいしい。外は爽やかなソーダアイス、中は優しい甘さのソーダクリーム、ラムネ入りということですね。ちなみにこのラムネのお菓子あるじゃないですか、それね、うち一時期高円寺で飲み歩いてた時にみんなこぞって持ち歩いてましたね。二日酔いに効くのかって言ってみんなラムネ食べてましたね。うん、でもソーダのアイスはやっぱりラムネ入れないとダメだと思う。ソーダ&バニラとかでこうまろやか路線で行きたいんだったらお話は別なんですけど、こうさっぱり路線で行くやったらやっぱりラムネは入れるべきなのかなと。うん、うん、次はファミリーマートで買ったアイス食べていきたいと思います。ジャイアントコーン出してみるとこんな感じです。こんな感じですって言わなくてもみんな食べたことあると思うんですけど、うちもね久しぶりに食べたいなと思って買っちゃいましたね。うん、よ、懐かしい。ナッツが美味しい。うん、ちなみにジャイアントコーン食べたことないよって方いますか？いるのかな？これはもう何年も愛されてるアイスですからね。うん、うちもちっちゃい頃よく食べてて愛してましたね。愛してたんだなぁ。じゃあコーン。うん、やっぱりコンビニのコーン系のアイスって、まあ、コンビニだけじゃなくてスーパーとかにもあるけどさ、食べ応えがあるよね。うん、この最後の部分いっちゃ美味しいところですからね、皆さんね。うん、このジャイアントコーンのコーンの最後の部分食べるバイトしたい。次はフルコーン北海道メロン出してみるとこんな感じです。うーん、滑らか、そして濃厚、北海道を感じるメロンですね。もう北海道に来た気分になってるもんね。まあ3時25分ですけど大丈夫ですか？もう夜中じゃないよ、朝方だよね。
コーンはしっとり系ですね。パリパリカリカリっていうよりはしっとりした感じ。なんか赤くなってない？ヘルペスかな。なんだろう。お風呂上がりのソフトクリームも最高だよね。あの温泉とか銭湯行った後のソフトクリーム。温泉行ってさ、牛乳とかやっぱり置いてるとこ多いけど、ソフトクリームないとちょっとなえるもんね、うち。牛乳はマストだけどさ、できればソフトクリーム欲しいですね。あと蕎麦とかあったら最高。帰ってくれてな、家さ帰ってくれて。美味しいゾーン来ました。最後ローソンで買ったアイス食べていきたいと思います。抹茶ラテバー出してみるとこんな感じです。あ、心配になるぐらい濃厚だけど、あ、すごい有名な方が監修してるみたいですね。それ美味しいわ。この箱に入ってるのも高級感があっていいですね。これは抹茶好きの人はぜひぜひ食べてみてください。もう抹茶好きの人は食べてるかもしんないけど、しかもカロリーも101キロカロリーだからね、決して高くないし。次最後ですね、ダブルベリーアイスバー開けてみるとこんな感じです。水色とピンクでキキララみたい。ブルーベリーとストロベリーのね、ダブルベリーみたいなんですけど、ブルーベリーが強めって感じですね。中のブルーベリーソースが美味しい。こりゃうまいや。マジでベリー系好きな人は買いだめ案件ですよ、これ。そうだ、皆さんに告知したいことがあるんですけど、いいか、ちょっと待って、これ食べ終わってからにするわ。最後の一口、いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はアイスを食べていったんですけども、やっぱりお風呂上がりのアイスは最高ということで満たされました。でさっき言った告知の話なんですけど、実はですね、私8月20日20日の土曜日に開催されるジャパングルメフェスっていうイベントに出演させていただくことになりました。もうね、出演タレントが豪華すぎて、有名 YouTuber とか有名 TikToker とか有名なインフルエンサーの方ばかりで、このそうそうたるメンバーの中にうちが入るのはちょっと恐縮なんですけど、東京お台場で開催されるジャパングルメフェスなんですけど、イメージ的にはね、肉フェスとか行ったことある人はそんな感じの雰囲気を想像するとイメージしやすいと思います。まず地方に関連する料理を題材とした料理店と、今人気のタレントがタッグを組んでそれぞれの料理を屋台で販売って、人気料理を決めるグルメバトルっていうのがメインイベントではあるんですけど、サブイベントっていうのもあって、ゲームをやったりタレントの私物プレゼント企画があったりとか、写真撮影もあるみたいです。ただチケットが必要みたいで、チケット枚数に限りがあるので、ホームページのサイトから前売り券の購入をするとちょっと安く買えるし確実だよということなので、詳しくは概要欄の方からチェックしていただけると嬉しいなと思います。まあ来れる人はね、うちと一緒に夏の思い出を作りましょう。ということで、この動画が少しでも面白いと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもお願いします。せーの、バイバーイ。そんなことも